奥新川駅は宮城県仙台市青葉区新川浅竹山にある東日本旅客鉄道仙山線の駅である。鉄道駅としては宮城県内で最も西に位置する。江戸時代に改ざんしたと言われる同光山の新川鉱山が大正初期に秋穂鉱山として開発され、近接する当地には小学校、病院、飲食店も備えた個数200個、 人口600人の新川集落が形成された。1936年に仙台営林所が生産事業所を設け、木材輸送のために当駅付近を起点とする新川森林鉄道を開業させた。翌1937年に仙台から延伸させてきた仙山島線と山形から延伸させてきた仙山西線との間が接続され仙山線として全通した。 この際に開通した区間の宮城県川最西端の駅として、当駅は開業した。仙山線建設中は千数百人の工事、作業員が働いていたため、当地は工事集落として賑わったものの、鉄道開通とともに作業員は減少した。1960年に新川森林鉄道が廃止され、1961年には秋保高山が閉山した。 これらの影響で1960年代末には主に日本国有鉄道の職員が住む人口約300人の鉄道関係者の集落に変化した。一方で1960年代初頭にはハイキングコースのシンカーライン及び奥シンカーラインを国鉄が整備して観光地化が進められハイキング、芋2階、もみじ狩り等での駅利用者が増えた。しかし、 駅周辺人口は減少し続け、1985年に当駅は無人化された。駅から徒歩1分の場所にあり、年間1000人ほどが利用していた市営の奥、新川キャンプ場は老朽化を理由に2016年11月に営業を終了した。2017年時点における奥新川地区の住民は3世帯3人であった。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。互いのホームは、宇前地と西方の構内を踏み切りで連絡している。仙台地区センター管理の無人駅で、乗車駅証明書発行機が設置されている。JR の特定特市内制度における仙台市内に含まれる。一番線は上下双方に、場内、出発信号が設置されており、列車交換がない場合に下り、 列車が使用する場合がある。駅開業の頃から1950年代以末まで、仙台営林所が木材を伐採して送り出した。2007年度の1日平均乗車人員は16人であった。なお、当期の利用者は、ほぼ0に近い。駅は、大宇山脈の山間に位置し、新川川に面する。駅周辺に、集落はなく、駅前に、 高楽客向けの食堂や売店が2軒存在するも、1軒は2010年夏頃に閉鎖された。駅前から東西にハイキングコースが設けられており、沢や渓流図体に散策することができる。駅の周辺では、ブナや水なら、カエデ等が交雑林を形成している。冬は、積雪のため付近の道路の通行が困難なので、駅周辺を担当する。 郵便配達員は鉄道を利用して、郵便物の周配を行っている。当駅は、スイカの利用はできないが、山形駅、山寺駅からスイカ改札機で入場し、仙台市内発の乗車券類と併用して、仙台駅の新幹線乗り換え改札口の自動改札機を通過する場合のみ、山形駅、山寺駅から当駅までの IC 運賃が自動的に差し引かれる。ありがとうございます。